J1 アルビレックス新潟の MF 高木芳郎30がホームのピッチに戻ってくる。23日の鹿島アントラーズ戦に向け、22日は聖籠町で最終調整。試合前日会見に臨んだ背番号33は、オレンジのユニフォームを着てビッグスワンに立つことを目標にリハビリしてきた。出るからには、しっかり結果につながるプレーをすると強い覚悟を示した。昨年9月18日のホームでの J2 水戸戦で右膝前十字靭帯を損傷し、手術。長いリハビリを経て、19日のルヴァンカップ1次リーグ、アウェー柏レイソル戦で7ヶ月ぶりに戦列復帰。後半21分から出場すると正確なパスや右足シュートで攻撃を活性化させた。2-3 で敗れた悔しさは残ったが、ボールを引き出す位置やチャンスに関わる部分には好感触を得た。次、鹿島戦は鹿島戦より1段階ギアを上げていく、と語気を強めた。新潟はリーグ戦では前節15日、ホームでアビスパ福岡に3対2で逆転勝利を収め、対する鹿島は現在リーグ戦4連敗中。鼻息荒く勝ち点3を奪いに来ることが予想されるが、新潟も僕自身も必死。いつも通り戦う、と勝ち星を譲る気は一切ない。怪我の時期にたくさんエールをいただき、支えてもらった。プレーで恩返ししたい。長く、辛いリハビリを経験し、より強くなって戻ってきた高木が地元サポーターの前で躍動し、チームをリーグ戦今季初の連勝に導く、小林忠。